Thank you.
成功いたしまして、報徳学園高校2点を追加、80対0になります。ヒット。ハーフタイム、前半が終了いたしました。兵庫県代表、報徳学園高等学校対、山形県代表、山形中央高等学校の試合は、80対0で、兵庫県代表、報徳学園高等学校がリードしております。山形中央高等学校の試合は162対5で、兵庫県代表、報徳
いや、しっかり。